県人寺、県人寺は、京都府京都市東山区にある臨済州、県人寺派大本山の寺院。三号を東山と号する。本尊は、釈迦如来、海貴、創立者は、源頼家、海山は、英才である。京都合山の、第三位に列せられている。俵屋宗達の、風神大神図、海北遊松の襖絵などの文化財を豊富に伝える。 山内の達中としては、桃山時代の地戦海遊式庭園で有名であり、貴重な古石や、漢石、朝鮮本などの文化財も多数所蔵していることで、知られる、両足印などが見られる。また、豊臣秀吉を祀る、高台寺や、八坂の塔のある宝冠寺は、県民寺の末寺である。寺号は、県民寺と読むが、地元では、県年山の名で親しまれている。 なお、しばしば、日本最初の禅寺と言われるが、これは、間違いで、博多の正福寺が最初の禅寺である。日本に、臨済宗を正式に伝えたのは英才が、はじめとされている。英才は、英治元年、1141年、備中国、岡山県に生まれた。13歳で、比叡山に上り、翌年徳度、出家。仁三年、1168年と、文治三年。 1187年の2回、南宋に渡航した。一度目の渡し宋はわずか半年であったが、二度目の渡し宋の際、臨在州応領派の巨安府ところキアンエジに参した。研究2年、1191年、巨安から、因下、師匠の法を継いだという証明を得て、帰国する。当時、京都では、比叡山。 遠略寺の勢力が強大で、禅寺を開くことは困難であった。英才ははじめ九州博多に、昭福寺を建て、後鎌倉に移り、北条政子の援助で、正治2年、1200年に建立された、樹福寺の解散となる。その2年後の県民2年、1202年、鎌倉幕府二大将軍、源、頼家の援助を得て、元号を次号として、京都における、 臨済宗の拠点として建立されたのが、県民寺である。仮覧は、宋の百条山に下して造営された。創建当時の県民寺は、天台、真言、禅の三周平立であった。これは、当時の京都では、真言、天台の既存宗派の勢力が強大だったことが、背景にある。創建から、半世紀以上経た、昭元元年、1259年には、 創造の乱家道高が十一世住職として入寺し、この頃から純粋前の寺院となる。建任寺は、応仁の乱による、焼失のほか、応永四年、1397年、文明十三年、1481年など、たびたび火災にあっており、創建当時の建物は残っていない。重要文化財、寺の南側正面。 八坂通りに面した四脚門。平らの利森の館門、平の重森の館門ともを、応人の乱後に移築したものと伝えるが定かでない。様式的には、鎌倉時代末頃の建築である。餅結老、傍結老の別称がある。静岡県浜松市、旧浜名郡有東町の安寧寺から1923年に移築したもので、江戸時代末期の建築である。 仏殿、本尊を安置する道と、報道、発動、行動にあたるを兼ねている。明和2年、1765年の混流。また、平成14年、2002年創建800年を記念して天井に、小泉や辻作により、創流の絵が描かれた。重要文化財。室町時代の建物で、元広島の安国寺にあり、安国寺絵系が慶長4年。 1599年に県民寺に移築したもの。東側に設けられた大玄関を介して本坊と連結する。創建当初は吹きであったが、1736年に瓦吹きに改められた。建物の外周すべてに建具が入り、壁が少ない構造のためか、1934年の室戸台風で倒壊し、1940年に 創建当初の武器で復旧された。その後1962年に同板武器に改められていたが、2013年に武器に復した。各室には、桃山時代の画壇を代表する画家の一人である海、北雄松の水墨小壁画があったが、現在は、襖から掛け軸に改装され、京都国立博物館に帰宅されている。台風被害の復旧後は、日本画家、 橋本関節による障壁画、症状流転、使用状流転、白楽、新州、症状、松陰、寒山市、計60面、1940年完成が設置されている。北の大茶会の際に千里休の皇帝、新女道を東洋傍聴生が好んだと伝えられる茶室、二条大木下座章の席、構成、衣装ともに、 やぶ内家の絵画に共通する点が多く見られる。大正年間に現在地に移築された。明治時代の廃物希釈により多くの達中が失われ、現在は十四人が残るのみ。竹林七県図、花鳥図、近畿諸蛾図、雲竜図、山水図は、海北有末一派の筆になる、北上旧小壁画であり、襖絵から掛け軸に改装されている。転居。 2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。四島茶会は、1141年、英治1年の4月20日に生まれた、県人寺会散の民案、英才禅寺の誕生日に合わせて、4月20日に、 解散後段階の行事として開催される。BRA 祭の遺徳を忍び喜び参法要を、恩守し、県人寺本坊の大法上での古式に則った四頭の茶会。その他当日は、裏千家、氷千家などの副席もあって、佐藤を志す方にとっては、関心のある儀式とイエす。BR 詳しい説明は避けますが、四頭茶会とは、大まかに言えば、四人の焼却に準じて、 商番客がお茶をいただく広までの作法に近いと言える。そしてその由来は中国の宋、元の時代に禅宗寺院で行われ、それが鎌倉時代に日本へ禅と一緒に入ってきたものと言われている。臨済宗大元山県人寺では毎月第2日曜日に座禅会を開催しています。座禅会は海山英才禅寺こと先行国士から名前をとって、 先行会と呼ばれています。平成29年頃からは200名前後の参加者があって盛況です。時間厳守。室内では極力静かに願います。また途中での休憩時以外の退室等は他の参加者の邪魔になりますのでご遠慮願います。BR ザ前回の参加費は無料です。注意ただし終了後配管される場合には別途配管料を要します。 座前会は毎回次の要領で実施されます。8月は盆日期休会。7月は行天座前会緑院講座として3日連続であります。夏季参照のこと。行天座前会緑院講座7月は第2日曜日を含む金土日の3日間開催されます。時間は通常より早く6時半から開催。最初の2日間は大学教授等が講演。 最終日の日曜日は通常の提唱となっている。2009年1月31日に木造の11面間の座像が何者かに盗まれたが同年3月2日盗んだ男が逮捕され、無事仏像は押収された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。